島崎藤村は日本の詩人、小説家。本名は島崎春樹。新州基礎の中仙道孫女生まれ、文学界に参加し、ロマン主義詩人として若名集」衆などを出版。さらに小説に展示、破壊、春などで代表的な自然主義作家となった。作品は他に日本自然主義文学の到達点とされる、家、名との近親感を告白した。 神聖、父をモデルとした、歴史小説の大作、夜明け前などがある。島崎家の祖は、相模国三浦半島津久井発祥の三浦氏の一族で、島崎茂綱の代に、基礎吉有に仕えて木曽谷に入り、その長男茂道が坊主として、孫ごめを開拓して、中仙道の宿駅として整備し、代々本陣や章屋、どん屋を務めた。父の島崎正樹は十七代当主で、 平田派国学者だった。明治学院24年度卒業写真、最高列左から2番目が藤村、4番目が戸川顕骨、中央列右から3番目が馬場古町卒業後、女学雑誌に役文を寄稿するようになり、20歳の時に明治女学校高等会英語化教師となる。翌年、交流を結んでいた北村東国、星野天地の雑誌、文学会に参加し、 同人として、激死や随筆を発表した。一方で、教え子の佐藤佑子を愛し、教師として、自責のためキリスト教を帰教し、辞職する。その後は、関西に遊び、吉村家に戻る。1894年に、女学校へ復職したが、東国が自殺。さらに兄、秀夫が、水道鉄管に関連する不正疑惑のため収監され、 翌年にはスケコが病没。この年再び女学校を辞職し、この頃のことは後に春で描かれる。1896年9月8日、東北学院の教師となって、宮城県仙台市に1年間ほど赴任。同年10月25日に母の死に直面し、当時住んでいた広瀬川を見下ろす崖上の長谷倉町の住居で試作を始め、 仙台駅近くの三浦屋に移って第一詩集、若菜集を執筆、これを発表して文壇に登場した。一葉集、夏草、落売集の詩集で、明治ロマン主義の開花の先端となり、土井万水と共に、藤番時代あるいは、晩富藤時代と並び称された。これら四冊の詩集を出した後、詩作から離れていく。藤村の詩のいくつかは、歌としても親しまれている。 落売集に収められている一節、ヤシの実は、柳田邦夫が、イラゴの海岸に、ヤシの実が流れ着いているのを見たというエピソードをもとに、書いたもので、1936年に、国民歌謡の一つとして、山田工作文化の大中虎字が作曲し、現在に至るまで愛称されている。同じく落売集に収められている、海辺の曲は、シューベルトの歌曲。 白鳥の歌第12曲に作詞したものであり、合わせて楽譜が収録されている。また、同年に発表された、国民歌謡、朝、1925年に、広田龍太郎によって作曲された、歌曲、千曲川旅城の歌も、同じ詩集からのものである。1928年11月3日、加藤静子と結婚する。島崎藤村は自作で様々に、 親譲りの憂鬱を深刻に表現した。これは父親と長子が教師した。すぐ上の友也という兄が母親の過ちによって生を受けた不幸の人間だった。後に名の島崎駒子と近親相関を起こしたが駒子の父である時系広助の計らいによって隠蔽された。長兄、秀夫の口から実は 父親も妹と関係があったことを明かされた。などの事情による。島崎藤村と妻、静子の墓所、ありがとうございます。